ショートシーランドショートシーランドのデモ記事 A ボックス1953年7月25日英海軍航空隊ストレットン基地にてショート s a 6ーランドは水面滑走路の双方で運用できるように設計された5から7座の小型の民間向け水陸両用機である本機は河川湖湾及び滑走路からの離水陸が可能であった 本機は1名の操縦士だけでも操縦士と広報士の2名での運用ができ、インド海軍や、その他ボルネオ、東、ベンガル、ノルウェー、ベネズエラといった世界各国で使用された SA。SA6C ランドアイと延長された主翼、深い方向打を持ち停滞が強化された。SB7C ランド3という2つの型が生産された。 SB にーランド2は2番目の試作機として計画されたが、完成せずに G やクルムから G やクルプまでの最初の4機の全量産型となった。シーランドは、型持ち式公翼単用の全金属製飛行艇で、両翼下にフロートとオリン式公着装置を備えていた。2つの主車輪は、主翼下に位置する停滞のくぼみに、オリンは、 停滞の後ろ下面に引き込まれた。シェル石油のショート s a 6シーランド VR ウードブ、1954年9月、ブラックブッシェにて、ーランドの試作機は1948年1月19日に完成し、その3日後に、ショート車の主任テストパイロットのハロルド・パイパーの操縦で、ベルファストのホの水面から飛行した。4機の全量産型が製造され、 そのうちの1機は、ショート社のデモンストレーション機として残された。その他の3機は、ノルウェーとボルネオの国外の運航事業者に販売された。さらに10機のシーランドが製造され様々な小規模運航会社に販売されたが、その中には、エジプトの顧客向けに空のヨットとして、豪華装備を備えたナディアと命名された機体が含まれていた。1952年に、 インド海軍は、複式操縦装置の取り付け、燃料搭載量の増加、エンジン性能の向上を図った10機のシーランドを発注した。10機すべては1953年の1月から10月にかけて納入された。インド海軍の最後のシーランドは12年後に退役し、1機は、インド国立航空博物館に展示されている。現存する2機目は、 ベオグラードにある航空博物館にある機体で、もともとは G アクルフとして登録されたと言われている。しかしこの登録記号は C ランドに割り当てられたことはなく、ユーゴスラビア国内で UCFK の登録記号を付けていたとも言われていることからするとこの機体は、実はショート社の製造番号 s h 1 1 5 6 7 g アクルズ機である。 現存する3期目は G リ流であり、2008年現在来たアイルランド、ホリーウッドのカルトローにあるアルスター民族輸送博物館で修復されている。ショート車は試作初号機を車輸機として手元に残し、しばしばペイロードを増加させるために、よくかのフロートや支柱を外して使用した。この機体は、 最終的に1955年4月に、対空照明期間が過ぎると廃棄処分にされた。データフロム、バーンズジェームズ1989、ジャクソン・ハット・バーンズジェームズ1989、P433、AB ・バーンズジェームズ1989、P436、ウォーバーズ・オブ・インディア。 インディアン・ネイバル・アビエーション・ミュージアム、2007年1月29日、閲覧。リスタ・エクスポナタ、アベオネ・ハット、エアートランスポート、ショート・シーランド。アルスター・フォーク・アンド・トランスポート・ミュージアム、2012年1月7日、閲覧。A.B. バーンズ・アンド・ジェームズ19、1989、P438、シーランド3、61フィート・ロクイン・ハット、シーランド3。 33.4平方メートル。ありがとうございます。